はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はナルシスト、つまり実力がないのに俺ってすげえからっていうタイプと、本当に実力がある人の違いは一体どこから来るのかっていうのをお話ししていこうと思います。まあ世の中ね、ナルシスト増えましたよね。なんかネット上とかだったら威勢がいいけど、実際に会ってみたらもう全然大したこともないっていうか、むしろあなたコミュニケーション取れているのっていうような人たちとかもね、結構増えてきているかと思います。で、一見したところ実力者とか、それからまあナルシストですね、実力がないけどあるように見せる人イコールナルシスト、だから実力がきちんと備わっている人が実力者っていう風に、まあ今回の話では捉えてほしいんですけど、見たところ、まあ、パッと見は同じように見えたりするんですよね。で、ナルシストと、まあ、自尊心っていうのは、まあ日本語じゃなくて英語に直すとプライドっていう言葉だったりするんですけど、まあ、同じに思えるかもしれないんですけど、ナルシシズムっていうのはその自尊心が実力以上にありすぎる状態っていう風に考えられているんですよね。確かに自分に自信を持っているっていう点では同じなんですけど、改めてじゃあどう違うのっていう風に聞かれると、あいつはナルシストだとか、あの人は実力者だっていうのをこう区別するのってなかなか難しいと思うんですよね。でもどうです、皆さん自身があいつってナルシストじゃんって言われるのと、あの人は自尊心高いよねって言われるのと比べてみたら、なんかナルシストって言われちゃうと、ちょっとなんかちょっと嫌な気分になるっていうのは多分事実としてあると思うんですね。だからそれが一体どういう違いがあって、どっから来ているのかっていうのを今日はちょこっと掘り下げてみようかなと思います。さあ行きましょう。で、両方の差っていうのを比べてみました。一体何かっていうと、まず結論を言うと、ナルシストの人に関しては他者よりも自分が優れた存在だと思ってるんですよね。だからといって今の自分のままで満足しているかというと、そういうわけでもないと。で、他人と比較して上に立っているという実感を得ることができないと安心することができないんですね。営業成績であいつよりも売上を上げているとか、テストの点であの子よりも20点高くないといけないとか、そういうふうに他人と比較して自分が優れているか劣っているかっていうのを常に考えているっていうのがナルシストなんですよ。なのに実力が揃わないと最悪だったりするんですけどね。で、一方で自尊心が高い人は一体どうなのかっていうと、自分に自信を持ってるんですけど、それを他人と比較してあいつはダメだとかっていうふうに見下したりしないっていうわけなんですよね。あくまで戦っているのは自分自身ということなんですよ。だから昨日をよりも今日タイムが早いとか、前回のテストよりも今回のテストの方が点数が高いとか、先月の売り上げよりも今月の売り上げの方が高いとかっていう風に、あくまで戦っていくのは自分だっていうのが自尊心が高いっていうものですね。どっちの方が健全なマインドを育むことができるかっていうと、圧倒的に自尊心が高い方っていうわけなんですね。で、ナルシストっていうのは他人と比較をしないと自分の価値を感じることができない。一方で自尊心が高い人はライバルは常に自分っていう風に考えてるんですね。つまりナルシストっていうのは批判や攻撃に弱いんですよ。だから他人に攻撃されたと、他人よりも劣ってるっていう風に思い込んだ瞬間にすぐに反撃したりとか、いやでも俺の方ができるしって虚言を言ってしまったりとかするんですよね。ナルシスト気質があるという場合はすぐに反撃したりとか言い返したりする傾向がある場合は、あ、自分もしかしたらナルシスト気質かもしれないなとか、あの人ナルシスト気質かもしれないっていう風に思った方がいいかもしれないです。で、自尊心が高い人の場合は他人から攻撃されたりとか、それから批判されたとしても、あくまでライバルは自分なんで、あいつがとやかく言おうが、こいつがどうこう言おうが関係ないと。俺は俺と戦ってる、私は私がライバルなんだっていう風に涼しい顔をしているってわけなんで、そこが大きな違いになってくるというところです。で、皆さんの身近にいるナルシストってどういうパターンが多いかというと、まあ、冒頭でもお話ししたんですけど、他人の攻撃に弱かったりとか過剰な自信家っていうことでくくれば、ネットで口論したり、まあ、否定的なコメントばっかり しているような人が該当します。例えば YouTube とか Yahoo コメとかでわざと煽るようなコメントをしている人がいたとしたら、心が弱い、まあ、もしくは幼いって言ってもいいかもしれないです。人は他人に攻撃ばかりして恍惚感、エクスタシーを感じるような人が多いので、ちょっとぶっ飛んだ人なので、絡むっていうのは注意した方が良さげだというところになります。こういう人たちと絡むだけ損しかありませんし、時間の無駄になりますので、無視した方がいいですぜっていうお話ですね。はい。で、
ナルシストがじゃあなんで生まれていくかっていう誕生秘話も別にこんなことを知ったところで何の意味もないっていうところなんですけど、まあ、秘話ってほどのもんでもないんですけど、そもそもじゃあナルシストってなんで生まれちゃったのっていう話なんですよね。でこれに関しては結論っていうのが実はまだ出てなくって、推測レベルなんですけど、両親とか教育者っていうのが他者との比較で子供を褒めるのではなくって、本来は純粋にその子の自身の頑張りに向けて、その子がテストで何点取ったかとか普段勉強どれくらい時間かけて頑張っているかとかっていうのを見て称賛すべきなんですけど、それが他人と比べて頭がいい悪いかとか運動ができるかできないかっていうことによって、それを比較させることによって歪んだ価値観が生まれてしまうという結末になっちゃったから、ナルシストが生まれたんじゃないかっていう予測が立てられているんですよね。だから自分自身との健全な競争心を育むことができるのか、いつまでもいつまでもいつまでも他者との比較に縛られてしまうかっていうのは、やっぱりその親とか教育者っていうのが中心に、周りがあなたに対して、まあ、子供に対してどういうコミュニケーションを取ってきたのかっていうのが大きなポイントになるんですね。だからよくあるのが、お兄ちゃんお姉ちゃん弟妹と比べてあんたはっていうふうに親から言われた人たちが自尊心崩壊してナルシストになってしまったりとか、あるいは心の病気になって引きこもりになるとかっていう、そういうまあ二極化してしまうっていうパターンはよく聞く話かと思います。でじゃあ現代の教育に問題があるのかっていうところなんですね。他人と比較しがちなのが教育の端々に見られるんですよね。例えば A 君はさ、テストで毎回90点取ってるのに、あんたと来たら毎回毎回赤点取ってきてってね。それから B ちゃんはあんなにいい学校に行ってるのなのに、あなたも偏差値50のとかってね、そういうふうなことを普段のコミュニケーションで言ったりしちゃってませんかっていうところなんですね。でここに関してははっきりとしたデータっていうのが取れているわけではないんですけど、友達とか兄弟と比較されてなんだかんだああだこうだって言われてしまうと、なんか気持ちよくよし A 君よりもテスト頑張るぞとか、 B ちゃんよりも大学こそいい学校に行ってやるなんていう気持ちになる人がいるかっていうと、そんなわけないっていう話ですよね。で西洋の若者の話でいくと、ここ数十年年々ナルシスト認定されるような若者が増えてきているっていうデータがあったりするんですよね。でこのままいけばネットだけじゃなくてリアルの世界でもそういうデータ通りになってしまう可能性があると。つまり他人を平気で傷つけることが、そのネット上だったらなんかいわゆる攻撃、口と書いて攻撃っていうのが増えてきている状況なんですが、それをまあ現実リアルの世界でもやっていく若者が増えてしまう可能性もあるというところですね。でそうならないためにも自尊心を向上させることっていうのが必要と。で自尊心を育てるためにはまずは他人との比較をやめることが重要で、昨日の自分とか1年前の自分と比べて何がどう成長できているのかっていうことを常に考えて捉えていく必要がありますよっていうところですね。で絶えずライバルは自分なんだっていう気持ちで勉強とか仕事とかスポーツなどなどいろんなことに励んでいくっていうのが重要ですっていうところですね。なのでナルシストにならないためにも、自尊心高い人になっていくためには、まずは競争相手は自分だと捉えて日々頑張ってまいりましょう。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。